皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちです今回も卓球知恵部校の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらになりますサーブのスペシャリストになれる8個の掛け方を皆さんに紹介しますこれはですね、皆さんサーブの覚えが悪いなと思っている方順横回転のサーブはできるんだけど逆横回転の巻き込み系とか Y 軸系はちょっと苦手だなとか思っている方いませんでしょうか今日は皆さんに サーブのススペシャリストになってもらいますでどういうことかといいますとまず皆さんこの卓球のボールありますこのボール今皆さん持ってみてください今ボールをちょっと持ってみてくださいでこのボールですねを皆さんできますか、まあ全通りっていうと結構難しい感じがするんですけどまあ一般的にジャイロを除いた状態 このボールがこう正面にある状態私からこう正面にある状態で見まして8方向ののの通りの回転の種類が卓球にはあるんです卓球の回転ってこのボールの上の部分が上回転でボールのここですねここを捉える左上私から見て左上を捉えるとここは順横上回転ですねでここですねま左を捉えるとここは順横回転。 でそしてこの左下の部分です、ね、左下を捉えますとここが順横下回転でここのボールの今度底の部分ですね下を捉えますとここは下回転でボールの右下部分を捉えるここは逆横下回転でこっちの右ですねボールのちょうど右の部分が逆横回転でボールの右上が逆横上回転っていうふうにここで上回転っていうふうに。 一周するっていう感じです一周すると今8通りの回転の種類が卓球にはあるんですで今日やっていただきたいのはあの一つそれは皆さん今すぐサーブ練習でこのボールを見て8方向の全ての捉え方をして回転サーブを出してみてください もうこの8方向を意識した8バージョンの切り方をやるとこれでいろんな方向で回転をかける感覚を生むことができるんですなので最初特に初心者の方やサーブがうまくない苦手な方がもうこの8方向の捉え方を日頃から意識してサーブ練習してみてくださいこの8パターーンててを捉えてサーブをやるんですそうしますとこれをやってる人とやってない人だとそのあとですねサーブを覚える時に もう伸,び伸び率が全然違うんですよね。まあ、子供のうちや今皆さんサーブがなかなかできないといった方は今すぐこのサーブ練習でボールの八方向バージョンを全部回転サーブで順番に12345678っていう順番で出してみてください。回転は弱弱くくててて大丈夫です弱くていいのにとりあええず八方向を捉えて 回転サーブを出すっていうのが大切ですでどんどん自分にどんどんいろんな方向での回転自分で上書きするいろんな方向から捉えて回転をかけるという能力を身につけるのは卓球の上達にには非常に大切なんですよ、ね、卓球を始めたばかりの子たちの感覚がない状態で感覚を生ませるにもこの八方向サーブってかなり役に立ちますなので中学生の皆さん今すぐ八方向サーブの練習をしてみてください。そうすると いろんなサーブを覚えやすいべての通りの感覚を覚えてますので巻き込みサーブや YG や順横やしぶち切れの下など上ロングサーブドライブサーブなどいろんな方向で試合中途中で気かなくなったら横下から横上回転にサーブを進路変更する横下の当て方から横上の当て方に変えてあげることができたりとかサーブを途中で試合中ひらめいて思いつきで出すことができたりとか。 そういうふうにできて、まあサーブのスペシャリストの要るになることができちゃうんですよね。でサーブで取りに行く取りに行くっていうことが相手によってこう使い分けてできるようになります。なので八方向のサーブ練習ってかなり必要なんですよね。もう社会人の皆さんも今すぐ八方向のサーブ練習これをやっていくと、いろんな方向のからボールを捉える感覚って一気に向上して、サーブだけでなくつっつきとかレシーブ系も八方向の捉え方ができたりとか、もういろんな方向からボールをかける感覚。 和打法チキータとかツッツキとかももうこの八方向のサーブの練習をやっとくとチキータの捉え方横を捉えるやり方とか非常に簡単にこうスッとこう日頃サーブでこっちボールの左側を捉えることをやってますのでチキータで左側を捉えることがしやすくなったりとかなので下方向の捉え方ばっか感覚を発達させるだけでなくいろんな方向から方面から全方面で回転の感覚を生むことができるといったもう要するに伸びる選手になるんですよね。 勇気力が強くなる選手と強くならない選手の差はそのもともと八方向の回転をかける感覚があるかないかの差にかかっていますない方はやっぱり一つのことはうまいんです一つのことはうまいです一つのことはうまいです下回転だけ切るだけフォア打ちだけするだけこれはできますですけど応用力対応力がなくて それ以外のことをやったり、あのオールをしたら全然ダメになってしまう。いろんなサーブをやったら全然ダメになってしまう。っていう方は、こういう八方向のやつをやっておくと、サーブだけでなくすべての技術の覚え方が違ってきます。なので成長する選手になるんですよね。大きく伸びます。なのでぜひ皆さん、今すぐ八方向の回転をかける感覚、すべての通りを卓球では八バージョン必要ということがわかりましたので、ぜひ皆さんこの八方向、すべて回転がかけられるようになってみてください。 そうすると卓球全体としてサーブのスペシャリストになるだけでなくレジーブのスペシャリストになるためにも全て回転ををけるる感覚まませることができますよかったら試合で勝つために大きく伸びる選手になるためにもやってみてください。ありがとうございました